レオパ好きが主催するレオパが主役のイベント、レオパード月光フェスティバル、12月16日土曜日か。いけねえなあ。レオパフェス行きたかったなあ。ディスブラケです。今日はですね、12月16日土曜日にね、行われるレオパフェスティバル、まあね、本当は行きたいところなんですけど、まあ、僕ね、トーレップでお迎えもしたし、12月はちょっと頑張って働かなくちゃいけないということでね、自粛しようと思うんですけど、まあ、年内最後のイベントということでね、トーレップ行ってきたので、まあ、レオパフェスに行きたかったんですけど、まあ、残念ながらね、行けないので、もうこうなったらね、もう自分でレオパフェスしようと思います。はい。まあ、何をするのかって、じゃん。クロコ。これこの間トーレップの時にね、スケレップですごく安く3パック1000円で売ってたクロコちゃんにね、しっかり餌をあげて、ガットローディング。まあもともとね、スケレップさんのコオロギが多分めちゃめちゃガットローディングされてると思うんですけど、まあ、ちょうどね、餌やりのタイミングも何日か先までね、餌やりのタイミングがなかったので、今日ね、ちょうど餌やりにしてもいいかなっていうタイミングだったので、まあ、そろそろね、このクロコちゃんをね、ご飯であげていこうと思います。まあ、うちのレオパたち久しぶりのね、生き餌なので、きっとね、喜んで、レオパフェスティバルになると思うので、早速ね、レオパフェスティバル開催したいと思います。それでは、行ってみましょう。エントリーナンバーワン、タンジェリーのユキチちゃんです。女の子ですね。見てください、この女性らしいフォルム、めちゃめちゃ可愛い。はい、では早速餌やりをしていきましょう。いいね。いやー、もうそのね、目をつむりながら一生懸命咀嚼する姿も可愛い。ワイルド感もありつつ、上手に食べていく。はい、一匹飲み込んで、二匹目も。このね、ロックオンするときの目がたまらない。おー、そして空振りしていく。はい、横向きでも構わず飲み込んでいく。はい、3匹目。あれ？食べない？お、ロックオンして、空振りしていく。そして、2段半と、1回空振りしたと見せかけて、もう1回食べるスタイル。いや、可愛いですね。はい。というわけで、エントリーナンバーワン、ゆきちちゃんでした。はい、そしてエントリーナンバー2、ペイさん。3児の息子を持つお母さんレオパ、ドレンパアルビノです。いやーね、ブリンブリンのフォルムがまたたまらない。それでは早速餌をあげていく。早速枠外。フレームにこだわらない、この枠に収まらないスタイル。枠外で食べていく。自由すぎる。フリーダムレオパ。ペロペロも可愛い。そして2匹目もすぐさま食べていく。後ろ足などものともせずに飲み込んでいく。早く次をくれと言わんばかりのこの表情。そして3匹目も連続で食べると見せかけてしっかりペロペロしてから食べていく。もうコオロギが必死にもがいてもものともしないその顎の力。さすが3児の母レオパ。
エントリーナンバー2、ペイさんでした。エントリーナンバー3、ブッシー。続きましては先ほどのペイさんの旦那さんを紹介していきます。はい、3児の息子のパパレオパー、パパレオパー、なんで2回行ったかはわからない。なんとなく2回行ってみた。はい、というわけで早速餌をあげていく。さあ、空振り、触覚だけ食べてからの頭から食べていくスタイル。触覚でちょっと味見するところがまたかっこいい。はい、いい食べっぷり。そして2匹目もすぐさまロックオン。ちょっと振りかぶって、まだ振りかぶる、もう1回振りかぶりの食べていく。結構振りかぶる。なんで振りかぶるのかはブッシーにしかわからない。そしてどんどん飲み込んでいって、3匹目が来たらやはりすぐにロックオン。そしてまた後ずさりの振りかぶりの後ずさりの振りかぶりの食べていく。いつ来るか全く読めない。ブッシーだけのマイペーススタイル。いやね、本当に可愛いエクリプスの男の子です。エントリーナンバー3、ブッシーでした。最後は向こう向いて食べていく。そこもまた素敵。エントリーナンバー4、ペコル。うちで生まれたブッシーとペイさんの長男レオパー。このトレンパーアルビノだけど、模様も薄くて、このホワイティな体色がまたたまらない。さあ、早速餌をもらうがなかなか気づかないけど、急に気づく。切り替えが早い。切り替えが早いけど、なかなか食べない。見てるだけ、嗅ぐだけ、食べた。しっかり見て、しっかり匂いを嗅いでから食べていくスタイル。そしてワイルドに食べていく。男らしい食べっぷりがまたたまらない。そして2匹目、もうなかなか気づかない。全然気づかない。はい、ちょっと鼻に当たって気づいた。と思ったら気づいてないっぽい。あ、気づいてた。どこ見てるかわからないけど食べていくスタイル。そして2匹目もあっという間に食べていく。この眉間の模様が結構かわいい。そして3匹目を食べるのか。ちょっと飼い主、コオロギ捕まえるのに手こずってなかなか3匹目が出てこない。はい、出てきたけど気づかない。はい、なんかくすぐったいと思いながらその流れで食べていくスタイル。なんかくすぐったいからパクってやったらなんかコオロギいたみたいな食べ方で食べていく。エントリーナンバー4、ペコルでした。エントリーナンバー5、ルーナ。うちで生まれた次男坊レオパー。モルフはノーマルというかハイエローというか、もうどっちでもええやん。可愛ければええやん。かっこよければええやんの男の子。食欲旺盛でカメラ目線、ファンサービスも最高だぜ。では早速餌をあげていく。食いつきはいつも抜群。もう餌がないところにも食いついていく。エアーでも食べていく。そしてルーナはもうあんま飲み込んでないのに次行っちゃうタイプ。
だからちょっと飼い主待ってないと、喉に溜めたままでも次行っちゃうタイプ。過去には脱皮中にキッチンペーパー食べちゃって、なんとか吐き戻して一命を取り留めた過去もあり、そんな男気あふれる人生じゃなくて、なんていうのこれ、ヤモリ生を送ってるぜ。もうちょっと苦しいぜ。エントリーナンバー5、ルーナでした。エントリーナンバー6、ホーチー。うちで生まれた末っ子三男坊レオパー。トレンパーアルビノの男の子。プラケのとこのレオパの一番大きい男の子になります。現在 120g に迫ろうとしているホーチー。食べっぷりもすごいぜ。早速食べていく。いつも食いつき抜群。お腹が空きすぎて飼い主の指を流血させたゼンカーリー。めっちゃレオパに噛まれると血が出るから、皆さん餌あげてる時に目の前に手出さないように気をつけて。はい。なぜか下がる。なぜか下がってからおびき寄せて、きたー！二段階ハント！殿下の二段階ハント出ました。後ろに下がってからの臨場感あふれる二段階ハント。そしてまた後ろに下がっていく。ということは、もう一回見せてくれるのか？二段階ハント。もう一度コオロギで、おびき寄せていく。出るのか？出るのか？出しちゃうのか？出しちゃうのか？出たー！二段階ハント！得意の二段階ハント。二回も見せてくれました。体の大きさだけじゃなくて、食べ方も、なんていうのこういうの。食べ方も、ワイルドだぜ。ワイルドしか出ないぜ。スイちゃんじゃないぜ。はい、というわけで、エントリーナンバー6、ホーチーでした。エントリーナンバー7、スケベベルアルビノの男の子。ムッチムチの体型がチャームポイント。しっかり 100g は超えていっています。では早速ご飯をあげていくけど、ベルアルビノは目が悪い。このかっこいい目なんですけど、あんまり見えてないっぽいけど、見えてるっぽいけど、触覚でなんとなくうっすら感じてるっぽいけど、もうこそばゆい。こそばゆいのはあんまり好きじゃない。このね、頭の柄が、ベルアルビノのこの柄がたまらなくかっこいい。プラケ一押しのモルフでございます。このベルアルビノのこのなんとも言えないこの細かい模様の入り方が、このかっこいい目と相まって、かっこよさをさらに爆上げしていく。そしてさりげなく餌を食べていく。食べないかと思ったところで食べていくスタイル。この横顔がたまらない。そこにもう一匹さりげなく持っていく。さりげなくコオロギにこそばゆくさせて食べさせていくスタイル。こう上のところをこう日陰にしてあげる人もいるけど、今はちょっと撮影のためにちょっとそのままこそばゆスタイルであげていく。こそばゆスタイルって今初めて言ったけど、結構やる。もう一回かだんだん近づけてこそばゆ攻撃。こそばゆ攻撃で食べさせていく。だんだんイライラしてぽい、はい、ぽい。なんか変なタイミングでパクって食べようとしてた、実は。けど食べれない。
食べようとしたけど、吹っ飛ばしちゃって食べれなかったパターン。だからもう一回あげてみる。もう一度こそばゆスタイル。だんだんこそばゆスタイルに嫌気がさしてきているスケベ。食べんのか？食べんのか？こそばゆすぎて食べなそうだ。エントリーナンバーセブン、スケベでした。エントリーナンバーエイト、レダノガレ、アケミ。この高級絨毯みたいな模様が特徴。レーダーの女の子。エクリプスとベルアルビノのコンボモルフ。この赤い振る合いが妖艶でたまんねえぜ。では早速餌をあげていく。レーダーはさっきのベルアルビノ以上に目が悪い。眩しいはずだけどなんか普通に見えてる感じで食べていく。眩しそうにしない。結構うちのレーダーのガレアケミちゃん目開けて食べる。結構でもイベントとかで見るレーダーはなかなか日陰作ってあげないと目開けないけど、レーダーのガレアケミちゃんめっちゃ目パッチリのまま食べていくスタイル。なんかちょっとこれは珍しいのかもしれない。全然目閉じないし、そのままバクバク食べていくスタイル。もう2匹サクッと食べて、あ、なんか2匹でもういらないみたいな感じで帰っちゃう。自分でやめるスタイル。レダノガレアケミでした。エントリーナンバー9、ギャラポヨ。今回のレオパフェスの大本命。もうフェスといえばギャルでしょ。この脇プニが鬼かわいい。マジ？フェスでバイブス上がってるはず。早速餌をあげていく。さあ、この生きたコオロギはアリ寄りのアリなのか、アリ寄りのアリなのか、バクッと来るのか。フェスでバイブス上がっちゃってるからマジマンジなのか。使い方がギャル用語わからないけど、とりあえず連呼していく。バイブス上がってねえし。まさかのフェス大本命のギャラポヨがまさかのプイ。食べないの？食べるでしょ。お腹は空いてるはず。ちょっとこのもぞもぞ動くのがちょっとやだ。これはちょっと雲行き怪しい。フェス大本命がまさかの全力拒否。でも粘る飼い主。このターミネーター愛も魅力的なんだけど、コオロギは全然食べない。ペロペロしてる。食べるのか？食べるのか？ペロペロしてるだけなのか？まさかの大本命ギャラポヨが、これ食べない感じか？これは雲行き怪しいな。いや、食べないな、これは。まさかの大本命ギャラポヨが、完全拒否。まあいいや。エントリーナンバー9、ギャラポヨでした。エントリーナンバー10、渋み。タンジェリンの女の子。オレンジの尻尾もさることながら、この顔のピグメントの入り方といい完璧。目もめっちゃ大きくて可愛い。さあ、早速ご飯をあげていく。コオロギを見つけて、見下ろしていくスタイル。見下ろしていくスタイル。見下ろしてスタイルからの、下に向かって、緊急、効果。しっかり食べていく。見下ろすスタイル。上から目線。高貴な女。渋み。
そして2匹目を見下ろしていくスタイル、見下ろしていくスタイルからの緊急効果、もう溜めていく、めっちゃ溜めていくスタイル。そして3匹目はどうするのか、3匹目も見下ろしていくスタイルでいくのか。まずは2匹目をしっかり味わっていく。そして3匹目はそんなに見下ろさない。3匹目はちょっと低めに見下ろしていく。低めに見下ろしてそっと食べていく。3匹目は可愛い感じでそっと食べていくスタイル。このメリハリがまたたまらない。そしてしっかり喉に押し込んで飲み込んでいく。エントリーナンバー10、渋みでした。エントリーナンバー11、ついに最後のエントリーになりました。チンピータンジェリンの、まあ、おそらく今のところ女の子っぽい、男の子だったらいいなと思ったけど女の子っぽい、お迎えあるある欲しい方の性別にならないパティーン。はい、では早速あげていく。チンピーはちょっとまだ小さいからしっかり足を取ったコオロギをあげていく。でも結構大きいけど大丈夫か。でもしっかり食べていく。一応小さめは選んでるつもり、小さめ選んでるけど開けてみると結構でかかったりとかするけど、普通に食べちゃうチンピー、頼もしい。2匹目も普通にロックオンして食べていく。まだまだ成長するからこれからの変化が楽しみ。タンジェリンはちょっとこれはハマるとやばい感じがする。でもスペースがないから我慢していく。さあ2匹目も結構頑張っていってるけど大丈夫か。結構でも上手に食べていく。さあみんなと同じ3匹食べれるのか、食べていけるのか。3匹目がなかなか出てこないっていうか、まあちょっと飲み込むの待ち結構大事。結構大きいの食べてるから。でも3匹目普通にスックロックオンして食べる。しっかり3匹食べていく。いや、これだけ食べたらこれからの成長が楽しみで仕方ない。はい、それでは最後、ラストエントリー、エントリーナンバー11、チンピーでした。はい、というわけで今日はレオパフェスに行けなかったブラケがですね、自分でレオパフェスをね、やってみた動画を上げてみました。あのレオパフェス、すごく履き違えてる感が否めないですか？あのうちのレオパを見ていただいてですね、もしよろしかったら11匹がね、あのプラケンとこのレオパフェスにねエントリーしたので、ぜひ皆様どの子がお気に入りかね、コメントしていただけると嬉しいなと思います。そしてね、うちのレオパ可愛かったなとね思っていただいた方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。はい、というわけで皆さんね、レオパフェス行かれる方はぜひレオパフェス本物をね楽しんできてください。皆様のツイートやらインスタの投稿やら YouTube やらレオパフェスのね模様を楽しみにしてます。で、見れたらなんかレオパフェスね、コンテストみたいなのライブ中継みたいなのもしてくれるみたいなので、見れたら僕も見て楽しみたいなと思います。はい、それではまた。プラケでした。バイバーイ。